乱れたところ、レオセアラが来た、打てるか、打っていった、小島のセーブ、ビッグセーブを見せました。空いたところ東のクロスボール、そのまま行く、小島弾きました。そこに左サイドバックの渡辺が顔出しました。おっと、ここは1対1チャンス、お菓子はかわしてシュート、小島セーブ、横パスを入れてゆるきのシュート、小島、阿部が転がした、チャンスを仕掛けた、鈴木明人が打った、こぼれ球に連れてきた石原、ファーサイドダウンか、クリアしてファンアラーの胸コントロールからシュート、決まればゴラッソ、じわりと相手陣内深くまで侵入します。右足で上げる、このボール打つ、小島止めた、ナイスキーパーです小島良介。いや、よく止めました